これからご紹介する作品はトーマス・マックナイトがシルクスクリーンの版画で制作した海の絵です。タイトルはリーワード・ベイです。この海の絵はカリブ海のプエルトリコとドミニカの間にあるリーワード諸島の美しい海のリゾートを描いた作品です。トーマス・マックナイトのシルクスクリーンの版画の中でも特に優しい色使いで描かれた海の絵です。そして絵の下の部分にはトーマス・マックナイトが水彩画の絵画で描いたリマークも入っています。トーマス・マックナイトのコレクターやファンの方にはもちろん、素敵な海の絵を探しの方にぜひおすすめしたいシルクスクリーンの版画です。